今仙台に来てるんですけど、あのこれ最終日で今帰宅しようとしてます。普通に動画を回すのを忘れて、あの軽く思い出を、仙台の思い出を振り返ろうと思います。ここ最近私ノートを書いたのね。そしたら、まあ、ノートが、まあ、自分がやった割にはなんか自分で初めて稼いだみたいな、自分で初めてお金を稼いだみたいな感覚になって、え、これは私はやっぱり文才の申し子なんじゃないって思って、そっちばっかり集中してたら、すっかり仙台の動画を撮ることを忘れてしまい、そうですね、で今最終日でこれから帰んないといけないんですけど、でも、まあ、仙台の思い出を、まあ、ざーっと振り返りたいと思います。はい、仙台はやっぱり牛タンが美味しくて、このずんだシェイクもね、うん、2杯目、温泉、あ、ちなみになんで旅行してるかというと、これはあのおばあちゃんとか親戚とかと言って、それでユキがたまたま内定が出てて、本当は自腹で行くはずで、ユキはお金がないから行けないって言ってたんだけど、 ありがたくなんか内定というね、めでたい出来事が起こったおかげで、まあ、ユキちゃんには今回プレゼントってことで、あの無料で行けることになったので参加してます。だから私は今回はパスモ代とこのずんだシェイク代しか払ってないってことで旅行をしてるんですね。はい、で、まあ、牛タンもすごい美味しかったし、やっぱりなんかあの高齢者と行くと、巡りばっかりしてるお寺とか、なんか伊達政宗のなんか聖地とかばっかり巡ってるから、まあ、ユキはそういうところに入って、あの自然が好きだから自然と瞑想したりして、すごい良かったです。あとなんだっけ、あとホテルがめっちゃ良かった。これは本当に冗談抜きで、ホテルがガチで良くて、本当になんかずっと飲み放題みたいな、ずっと入ったら飲み放題みたいな、すごい良くて、あのこれが仙台っぽい、なんか牛タン通り、仙台の、まあ、牛タンも1個しか食べれてないんだけど、有名なところの牛タンではない、東京にあるところの牛タンを食べて、本当は角っていう牛タン屋食べたかったんだけど、ちなみに あと10分ぐらいで新幹線乗んないといけないんだけど、まあ、せっかくならね、このずんだシェイクの、あのずんだシェイクね、仙台名物のずんだシェイクの、あの後ろであの動画を撮りたいので、あのマジで一緒に来てる人たちをキレらせながら動画を回してます。はい、ということで、仙台の思い出を簡潔に振り返っていきたいと思います。はい、1日目泊まったホテルがめっちゃ良くて、なんか牛タンもあるし、仙台のものもある、仙台のおでんとか仙台の海鮮物とかあるから、もうあそこのあのホテルに行けばなんか仙台は完結するみたいな、だからもう家が結構1日目で満たされちゃって、でもめっちゃ良かったの、施設自体もすごい良かったし、温泉も良かったし、あ、それでさ最終日って感じですね。まあ、仙台は人で言うとすごい楽しい。言うと、まあ、こんなに人もいっぱいいるし、月曜日なのにね、人もいっぱいいるし、あの都会ですごい楽しかったです。あざっさ、帰ります。はい、ってことで仙台の振り返り以上でした。皆さんも仙台に来たような気分になってれば嬉しいです。じゃあね、私は帰ります。バイバイ。